ナンバー i デビュー曲から一変。2ND シングルは全編ラップで見せる。メンバーのダンス動画も続々公開中。ナンバー愛が待望の 2ND シングルを発売決定し、ファンたちにとって歓喜の瞬間が訪れました。この新作には、これまでにないジャンルや驚きに満ちたダンスが詰まっておりますます注目を浴びそうです。メンバーたちは、 滝沢秀明氏が設立した新しい芸能プロダクションとべに所属しており、元キングプリンスの平野さん、神宮寺優太さん、金優太さんから構成されたナンバー、愛は元日にデビューデジタルシングルを強烈なインパクトで配信し、その存在感を示しました。新曲のミュージックビデオは、わずか3日で29万回以上再生され、国内外から多くのコメントが寄せられ、その活動に対する期待が高まっています。 特に、平野信洋さんは多くの人々に自身たちのエンターテインメントが届くことを期待し、神宮寺の魅力についても言及。その結果、海外での活動への熱意が加速しています。取材時点ではまだレビューしていなかったが、キスさんは海外への思いが変わっておらず、ますます熱くなっていることを語っています。 そして、神宮寺さんは今後の海外活動に対して多くのことを吸収し、ファンと一緒に大きな目標に挑戦していきたいとの意気込みを示しています。ナンバー、愛はこれまでに一曲しか楽曲をリリースしていませんが、すでに海外でのライブを見据えており、その覚悟と情熱に感動します。メンバーたちは個々の展望を披露し、今後の活動に期待を膨らませています。平野さんはコンサートの開催を希望し、 ファンとの距離をより縮めたいとの思いを明かし、キスさんは音楽を通じて新しい自分との出会いを求め、様々な楽曲を通して表現に向き合いたいとの意欲を熱く語ります。また、ジングジさんはファンからは見えない音楽の制作過程にも迫り、自身の成長と表現力の向上に努めていくことを誓っています。 平野さんはオリジナリティを尊重しつつも、より挑戦的で洗練された作品を制作していきたいと語り、自身たちの作品をファンが誇りに思えるものにしたいという強い思いを抱いています。ファンが長らく待ち望んでいたナンバー、愛の音楽活動が、まさかの前編ラップという攻めの楽曲で幕を開け、その勢いはリリースと同時に公開されたミュージックビデオでも顕著。 監督小玉雄一氏による映像は公開から3日で再生回数1000万回を突破し、ファンたちの盛り上がりを象徴しています。ツイッターでは50メガビューズのハッシュタグがトレンド入れし、大きな注目を集めました。デビュー曲、GO トのダンスパフォーマンスミュージックビデオも1月8日に公開され、新たな視点でダンスにフォーカスした内容となっています。リリース日の1月1日にはすでにミュージックビデオが公開されていたが、 新たな映像はその名の通りダンスパフォーマンスに重点を置いており、その緻密な振り付けとメンバーたちの確かなダンススキル、高い表現力が際立っています。ミュージックビデオには通常のセットや背景に加え、メンバーが踊る様子やダンスのロケーションで撮影された様々なシーンが収められており、視聴者に多彩な視覚的な楽しみを提供しています。1月9日から11日にかけては、 メンバー一人ずつのダンス動画も順次公開され、それぞれの魅力が存分に発揮されています。ダンスミュージックビデオでは3人が協力し、ぴたりと息が揃うダンスが見どころの5つとなっており、これは彼らの高い個々のスキルに加えて、3人のコンビネーションの素晴らしさが生み出すものと言えるでしょう。特に後半のパートでは、立ち位置を変えながら、